皆さんおはようございます。2017年3月5日主の第一礼拝を始めさせていただきます。総幕のうちに心静めて主を待ち望みたいと思います。Yeah.
主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て、主の神、あなたの御名を崇めましょう。まことにあなたは大いなる方、苦しい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。主が今日もこの場所に臨在してくださり、お一人お一人のいろいろな問題の解決の道を開いてください。主は全てを最善に導いてくださるということを信じます。アメン。あなたは救い主、癒し主、慰め主であることを信じます。アメン。インターネットを通して主の御言葉が語られ、多くの人が罪を悔い改めて救われますように、リバイバルが起こりますように導いてください。今日この場所に来ることのできない病に伏している兄弟姉妹がおられますが、どうぞその兄弟に癒しと御手を伸ばして回復を与えてください。またこの場所に来ることのできない兄弟姉妹もおられますが、どうぞその場所においてあなたが恵みを与えてくださるようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。歌集8番9番賛美歌347番と賛美していきたいと思います。Oh.
16章1節から16節になります。主は一章、エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した。あなた方は戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。そこでヌンの子ヨシアは祭司たちを呼び寄せ、彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前の箱を行かなければならない。ついで彼は民に言った。進んでいき、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。ヨシアが民に行った時、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の前を進み、角笛を吹き鳴らした。主の契約の箱はその後ろを進んだ。武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。ヨシアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言ってあなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。こうして彼は主の箱を一度だけ町の周りを回らせた。彼らは宿営に帰り、宿営の中で夜を過ごした。翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立っていき、しんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。7日目になると朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシュアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。後ほどこの箇所からエリコの城と題してベニヤミン中の牧師よりメッセージをいただきます。それでは賛美グループにお願いいたします。聖歌という、私は賛美したことがないんですけれど、修道院とか、あと聖公会とか、そういうカトリックとかで賛美されるもので、節がないんです。節がない。四拍子とかそういうのがなくて、不思議な曲なんですけれど、素晴らしい神様の主は憐れみ給え、キリストよ憐れみ給えという、なんかたった2つの言葉の賛美です。では、それを演奏させていただきます。
もう一度お送りしていただいて、歌集の339番を350番2曲歌います。私に賛美を、また感謝を捧げて、あなた方は信仰の歩みを歩んでいきなさいと主はおっしゃられます。主を喜ぶことが力であり、また主を喜ぶことを通してあなた方の人生にさらに祝福の計画が開かれていくと主はおっしゃられます。このあなた方のこの今と
えられているこのいろいろな苦しみや試みは、この将来与えられようとしているこの素晴らしいこの私の計画、またこの天の恵みに比べれば取るに足りないものであることをあなた方は覚えなさいと仰せられます。しかし私は義と近きあなた方の助けであり、またあなた方が私を信頼するとき、確かに私はそのところに見て具体的な技を起こしていくものであることを覚えなさいと称賛されます。苦しみになったことは私にとって幸いであったと詩人が語っているように、苦しみを通して私たちを主はこの圧倒的な勝利者とし、また祝福の器に作り変えようとしていることを覚えなさいと称賛されます。信仰を持っていきなさいと称賛されます。この慢性的なものにおいても、またあらゆるものに関して、私は確かに これから癒しの技をこのリバイバルのためにも用いようとしていることを覚えなさいと称賛されます。信仰を持って、また感謝を持って祈っていきなさいと称賛されます。さらにこの週末のリバイバルの働きは、私のこの霊、聖霊の働きを通して、またあなた方の信仰を通して豊かに広がっていくと称賛されます。この始めは小さくあるとも、終わりは花だおいならんとの言葉のように、この聖霊の働きは全世界にまで広がり、またこの地域の隅々までこの広がっていくと称賛られます。この時あなた方にこの信仰が与えられていることがどんなに素晴らしいことであるかと覚え、感謝をしなさいと称賛られます。この土曜は確かにこの週末に向かってのあらゆるこの働き、あらゆる動きの中にありますが、その中で動かされることなく、あなた方は平安を持って感謝を持ってこの賛美を持って歩むという恵みが与えられていることを感謝しなさいと称賛られます。ハレルヤ。それではもう一度350番聖霊の雨、これを歌いましょう。第一聖日になっておりますので、聖餐式でございます。一言お願いします。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。2017年の歩み、1月2月の歩みを感謝します。また3月のこの、第一聖日を心からありがとうございます。今日もあなたに礼拝を捧げ、賛美を捧げ、またあなたの御言葉が語られることを心から感謝します。この年のあなたの大いなる計画が、さらにどうぞ週末のこの歩みがあなたによって導かれておりますことをありがとうございます。どうぞ主がどうぞこの聖餐式をさらに祝し、また我らの魂をどうぞ強めてくださいますようお願いいたします。イエスキリストを信じ、またよみがえりのどうぞ器にふさわしく歩んでいくことができますよう助けてください。その間はましたものを豊かに祝し、また性別してください。イエス様の名によって真に感謝してお祈りします。アーメン。聖餐式はイエス様の十字架の死を述べ伝えるものです。はい、イエス様が再び来られるまで、再臨まで、はい、これを背負うということになっております。はい、裂かれたイエス様の体、パン、そして長崎どんち塩、はい、ぶどう液、はい、これを食し、これを飲むことによって神の祝福に、永遠の命に、復活の命に預かっていくと聖書が言っております。それでは森さん、励ましのお願いします。刀を頂きます。
すいません。それではご一緒に感謝を捧げ、また罪を悔い改めたいと思います。ご一緒にご祈りください。取って食べなさい。これは私の体です。それではこのせんべいからいただきます。みなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のため流されるものです。はい、感謝をしていただきます。それでは生産式をそこまでにさせていただきます。